杭瀬川の戦いは、慶長5年9月14日に行われた戦い。関ヶ原の戦いの前哨戦にあたり、この戦いは、局地戦であったが、西軍が勝利した。9月14日、東軍の総大将である徳川家康が、美濃赤坂に軍を率いて到着した。このため、西軍の中で動揺が起こり、一部の兵士の中には、逃亡する者も現れた。 事態を憂慮した石田三成の家老、島政教は戦勝による士気の回復を進言、東軍に奇襲攻撃をかけることにした。杭瀬川は大垣城と赤坂の中間部にある川であり、周辺には森林が生い茂っていたとされているが、島政教はこの中に一体を伏せて、伏兵とし、残る部隊で対岸へ渡り、東軍の中村和衛隊の前で神田を始めた。 この挑発に、中村和江隊の少子が乗って小競り合いが始まり、間もなく有馬豊か隊も参加して、乱戦となった。島政教は、ある程度戦うと、破れた風を装って、退却を始め、両隊を釣り出すことに成功。追撃した中村、有馬隊は、伏兵の横撃を受けて、回乱状態に陥り、さらに、浮田家の赤島さぬりが参戦して、両隊は被害を、 受けて配送この時、中村家の家老、の一式女ジョギが戦死するなど、40人ほどが、西軍によって討ち取られたという。こうして、前哨戦は、西軍の勝利に終わり、9月15日の関ヶ原本戦に向かっていくことになる。戦闘場所については、川筋は変化するため、渡下場所などは特定されておらず、古戦場という扱いはされていない。 2019年に案内版が新設された。ありがとうございます。